こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めたいと思います。ということで、今6位。今回は3位の筑波田蒲と対戦ですね。ただ、2週空いてるんだ。あ、そうだ、前回説明した時に、今回は練習試合2試合を行いますっていう話だったから、練習試合のみを行うことにしますっていうことですね。ちなみにですね、あえて、フレッシュリーグと1戦目はやってみましょう。それ勉強にならんやんけって言われるんかもしれないですけど。クラリスを変えます。やんか。7個に変わってやん。で、ゼエリカというな。もうこのクラスならば、フレッシュリーグならば、取れないといけないですよね。ジャネットの代わりに、セツコ入れてみよう。リオは？リオは萌えに代わってですね。カルメンを綾香の代わり。こんな感じですかね。はい。戦術。戦術はですね、もうこれでいきましょう。すごいな。E が目立つんだ。最初この状態でのスタートだったんですよね。さあ、もう、勝つどころか、引き離して当然です。そうなるか、果たして。捉えてるだん。さよが、うまく回収しました。おっと、抜けた。フェアならない、ゆうな。決まりました。やっぱ、このクラスだったら決まりますよね。自信つけてほしいです。オフサイドじゃないんですよね、また。アロマテラピー。エイカからセツコへ。と、ここでヒラリーだ。ヒラリーが直接、これでコーナーキックになります。直接行くとは思わなかったです。ちょっと遠いぞ、みゆき。無理がありました。ゆうな、さあ、一気に抜けた。飛び込みます。強力な弾丸が。まあでも、これ上位のクラスだったら、決まらないでしょうね。ああ、でも結構、球の勢いがいいですね。まあ、上位クラスだったら、いい体勢で、ボールを受けられるってことはないと思います。ささちこ。エリカから、超えましたね。さあ、ユーナ、落ち着いてほしい。弾きました。さあ、これで、このコーナーキックをエリカが決めました。これは見事でした。3点目。いや、成長感じるところですよね。時短弾を踏んでおります。簡単にユーラが取りました。もうかなり疲れてますね、相手は。おっと、これはちょっと流れてしまった。ちょっと相手の動きがなんか弱くなってますね。さよから節子さあ、もう守備がほとんど対応できてないですね、相手の。ただもうガラ空きになるんですけど、これで入らへんか。さよ優奈が取ってホップ。最後は良くなかったですね。幸先良い先制パンチ。オフサイドかなと思ったんですが、オフサイドとは見なされず。あ、ここで決定抜けたからオフサイドじゃないのか。さあ、ヒアリ、これを直接決めようとしてます。これでコーナーキックになったんですが、さすがにこれは遠すぎる。ユーナ自分で勢いのあるシュートを叩き込みました。キーパーはあんまり動けませんね。球の勢いもすごいんでしょうね。エリカ、これは見事でしたね、エリカ。対応してます。63% ですか、ボールを支配率。やっぱこの辺になると力の差というのは明白に出てきますよね。さあ、次。練習試合は何がいいかな。じゃあキャッツ合図あたりだとどうなるか見てみましょう。まだクラリスは使えたまんまです。矢も入れましょう。さあ、くるみをゆうなと変えよう。さあ、これで試合開始しましょう。迫力の陣的な形になってますね。さよ、これはオフサイドだった。反対に窓か。そこにくるみが待っていた。この辺はポジション取りのセンスもくるみ素晴らしいですよね。で、飛び込んできて軽くシュートを決めました。さあ、ゆうな、これも抜けられた。一人みおと、ようやくみおが取りました。くるみ、これはコーナーキックになります。さあ、どうする？3人でボール取り行ってますよね。さあ、今度は反対に窓か。この、作用が決めましたね。この反対に行って、敵を惑わして、5人来てますからね、ここは。そしてまた、サイドを戻して、そこに飛び込んできた選手がシュートを打つというのが、まあ定番でしょうね。簡単に引っかかってくれますね。このクラスだと、って思いますよ。疲労はそんなにかないかも。くるみ、見事3点目ですね。みおが行って、みおは縦パスで上げて、すぐにくるみがゴール隅っこにきちんと入れてきました。正確性が違いますね。くるみ、なつけが待っていました。なつけがもう自分で攻撃行こうとしてんのかな？これは取られますが、これをくるみがキープ。さあ、ちょっとピンチがやってきてるぞ。これはパンチングで、くるみへ。もうほとんど時間がない。これ試合終了かな？まだですね。これ試合終了ですね。前半、今回の先制は前半9分でした。この逆サイド、くるみの強烈一打。さあ、一度横に出して、ただゴールへ戻ろうとしてんですね、こちら味方のチームは。これが辛かった、さよ。しっかりと余裕を持って決めてきます。みよ、縦パスがふわっときて、蹴りやすいポジションに、体を直してからボレー。最後ピンチがやってきますが、キーパーがパンチング。ここで試合終了です。57% ですね。はい。というわけで、練習試合2試合、久しぶりに格下との試合をお届けしました。さすがに、両方とも3対0で、楽勝の勝利ではありますが、特に最初のフレッシュリーグとのチームと戦いはよく、もうちょっと頑張ってほしかったと思いますよね。キャッツアイズとはやっぱり力の差を見せつけた感じになりました。この勢いで筑波田釜に挑みたいと思いますので、また次の動画でもよろしくお願いいたします。はい、お気に入りましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。よろしかったらそちらもアクセスしていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。